はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員楠田亮でございます。ヒロヤン様、ご支援ありがとうございました。ありがとう頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。街頭で配っていると発狂した通りすがりの共産党支持者や反日外国人に殴られるをコンセプトにですね、我が党の政策チラシをデザインしました。まあ、こんなんなんですけど、例のあのイラスト屋さんのイラストはですね、政治目的には使えないということで、違うイラストわざわざ注文して作りまして、皆様のご支援使わせていただいて、差し替えました。今すぐ廃止すべき憲法9条一番目に、これあれですね、共産党員とかに殴られそうだな、街頭でな。早急に法整備すべきスパイ防止法、これも共産党員に殴られそうだな。まあもちろん NHK スクランブルであるとか、消費税減税であるとか、漫画やアニメなど一切の表現規制に反対も、入れてあります。まあこんなん作りました。支部長のチラシもこれにするんで、裏これにするんで、まあ我が党の支部長希望者はですね、敵が多いことを覚悟してもらってですね、手挙げてもらってですね、いずれ募集かけますから。街頭で配って共産党員に殴られてもいい方、ああそうなるとちょっとね、女性はね、どうなんかなって思うんですけど、まあ議員は揉めてなんぼに賛同してくれる方ですね。東洋経済記事、大手医療法人が軒並み増収増益と、これ厚労省とですね、それにたやすく騙されるボンクラ岸田政権がコロナやセキュリ、コロナをですね、セキュリとかコレラよりも上の扱いの2類のままにして、かたくなに5類に脅さない理由の一つではないか、医療法人増収増益と、厚労省官僚にしてもらったらさ、医療法人は大事な天下り先の一つじゃん。それの利益確保はですね、やつらの私利私欲を満たすためには大事なんじゃない？国民の生活なんかよりも、まずは俺の私利私欲を満たさないと、厚労省官僚が考えていると推測します。自身も、大手医療法人グループを持つ尾身茂会長ね、オミクロン、個人のため、社会全体のため、なるべく早くワクチン打ってとか、最近ほざいたみたいなんですけど、何が社会のためだっつうの。オミクロンの医療法人も、何億円も補助金もらって、助成金もらって、ブグ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 、声太ってるみたいなんですけどね、この私利私欲野郎。してみと言ってる言葉言ってる言葉、自分の医療法人が儲けるためとしか見えなくなってきますよね。まあ確証ないですけど、証拠ないですけど、ここら辺のね、闇を明らかにするのがジャーナリストの仕事じゃないのか。まあね、富士デモを全員で隠した、どのテレビも取材に来なかった、報道しにかった連中ですし、全く期待してないですけどね。まあ、テレビ新聞のジャーナリズムはない死んだとかじゃなくて、初めからね、そんなもの。3月27日に予定してる NHK スクランブルデモもですね、まあ、全員で全力で隠すんだろうな。大手メディアはですね、どこも一行も書かねえんだろうな、今までそうだったしって思っております。まあ報道一切せんでもね、この世にそのデモが存在しなかったってことにはできませんからね。スパイが記事書く朝日新聞報道、これどういう意味かっていうと、朝日新聞は記者が工作すんじゃなくて、工作員が片手間に記事書いてるっていう意味ですね。村田春樹先生
の言葉なんですけど、国会に提出された NHK の2022年度予算案によれば、6890億円の売り上げに対し、繰越金予定額は1980億円と。余しちゃうんだ。こんなに。7分の2。3分の1近いですね。余っちゃうんだ。と批判的に書いておりましたけれども、ネットの反応です。非営利団体、かっこ笑い。使い放題使っても2000億円も余るとはどうにかならんか。この組織どんだけ世の中舐めてんだ。めっちゃ取りすぎ、めっちゃ使いすぎ、でもこれだけ余る価格設定、無意味に高い役員報酬と社員給料を一般的な水準にしたらまだまだ余る。金を余すとですね、値下げしろって圧力がうるせえんでですね、まあ、各種手当をつけまくって、職員の平均年収は1800万円であります。額面の平均は1000万円ちょっと超えるぐらいなんですけれども、まあ、地方に行けば、地方勤め手当、家買えば住宅補助、あとなんかローンなんかも肩代わりしてくれるって聞きましたけどね。なんだのかんだの手当がついて、職員には1800万円平均支払われております。何百億円って人件費を職員数で言うと1800万円ですから。平均1800万円。一生懸命必死で子会社に利益を付け替え。いっぱいありますよね、NHK の子会社ってね。NHK グループですね。必死でね、本体に金残すと、値下げしろってうるせえから、そっちの方に金渡しまえんやつって、利益付け替え一生懸命やってます。さらにですね、都庁タワー5本分の3400円。つまりですね、都庁、2本立ってるじゃないですか、タワー。あれの 2.5 倍。都庁の総工費。1250億円の 2.5 倍約、つまりタワー5本分ですねを渋谷に新築する計画と、それでも2000億円余っちゃった、どうしようってわざとらしくやりよってで突っ込み入る感じですけれども、この原因はただ一つですね、受信料制度を独占し他に競争相手がないのをいいことに、受信料の金額をやりたい放題、ぼったくりに設定しているから。今、衛星も入ると、2170円月。地上波プラス衛星で2170円なんですけど、まあ、1000円がいいとこなんだよな。本当だったら。ベースにね、なんぼに設定してもいいんですけどね、スクランブルにしてくれればね。値段に見合わねえな、高えなって思えば契約しない、見ないだけなんでね。NHK とその子分の総務省が必死で全力でスクランブルに抵抗している理由はですね、失礼しました、今の独占状態のぬるま湯が崩れっからですよ。独占馬できんくなる。スクランブルにすればですね、ワウワウやスカパー、ネトフリやアマプラと競争しなくちゃいけない。価格競争も含む。今の独占のぬるま湯から出なくちゃいけない。ああ、気持ちいい。なんつってね、我が世の春を楽しんでっとこでしょうけど、これが NHK が、必死でですね、スクランブルするぐらいだったら死んだ方がマシぐらい抵抗してる理由であります。今までの独占のぬるま湯にどっぷりだったんで、ぬるま湯から出たらどうしていいかさっぱりわかんねえんだっぺね。そうでなくても今の値段でスクランブルしたらですね、契約数は半分以下になるっていうんですね。調査も出てますしね。というわけでですね、3月27日午後に池袋で NHK スクランブル放送実現デモを
予定しております。私も頑張ってですね、体直しますんで、ご参加よろしくお願いいたします。デモでですね、昨日ご紹介いたしました、貼っておくと NHK が来なくなる私の名刺。裏を剥がすとなんか粘っこくて、貼れるようになってますけれども、偶然です。を希望者さんにお配りします。需要はかな、デモに来られた方、名刺ちょうだい。私に声かけてください。お気軽に。2月5日、昨日ですね、シーカズを山口二郎のメンツで、法政大学の山口二郎、野党共闘のあり方を考える。南通タイトルのシンポジウムが開催されたそうであります。山口二郎っていうのが市民連合っていうのに入ってまして、こいつらがですね、衆院選で、立憲共産、社民、令和の4党合意、政策4党合意の仲介をしたそうで、まあ左翼の黒幕とまではいかねえんだろうけど、まあまあ顔が利くやつですよ。山口がその時に言ったことが、参院選は守り、民民を野党側に引き戻したい、4党で合意した20項目を民主主義の回復、憲法擁護、敵基地攻撃能力反対の3つに絞ろうみたいなことを言ってたそうであります。ネットの反応です。野党共闘頑張れ、野党共倒れ頑張れ、玉全力闘争、玉木雄一郎のことですねこれね。野党は守りに入ったらダメなんじゃないのそうですね、野党って城がねえ側だから、城がある与党、なんで城がねえ方が守んのみたいな感じでね、国民を野党側に引き戻すって、あ、民民は野党だろ、野党ですよね、民民は。で、民民を野党側に引き戻すってもう野党なんじゃないの。こいつらの言う民主主義の回復ってなんなん。てか共産主義者が民主主義の回復って何の冗談。自分らが一本化できてない時点で無理。政権交代イコール民主主義の回復みたいなこと言ってて意味不明。つまり自分らが権力取ればそれがイコール民主主義の回復とか言ってるらしいですね。日本の民主主義がより成熟したらお前ら全員落選やん。本当ですね。誰一人選ばれるわけねえわ。日本人の民主主義が成熟したらさ、君ら野党じゃなくて反政府組織でしょ。まあ、革命夢見てますもんね。山口二郎こんな顔してます。人相悪すぎませんか。人相悪いよなこの人。打滑のごとくって言葉ありますけど、なんか蛇みてえなんだよな。前世は蛇なのかな、それとも変なことばっかり言ってっから顔も変になっちゃったのかな。過去に担当だった公安さんが私に言ってましたもん。左翼顔ってあるよね。なんか左翼やってるとみんな顔が似てくるそうなんですよね、その公安さんによればね。その公安さん58歳、まあベテランでしたよ。途中でですね、まあ定年だんつって、〇〇署に天下りなんつって、天下りじゃないですけど部署移動、まあ65まで、公務員さん一旦辞めて、都に移るで65歳で定年っていう、システムになってますんで、蛇参院選は守る、守り、次も曲げるって分かってんでしょうね、次も議席減らすって分かってんでしょうね、うす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 。だから守り、減らしたくないイコール守り、城がねえ側が守ってどうすんだろうな。蛇民民を野党側に引き戻したい。民民は野党、もちろん維新も野党でも維新は引き戻したくはない。かつてはですね、民民もこいつらと一緒になってですね、国会18連休とか憲法審査会開催妨害に励んでた過去があります。蛇あの日に帰りたい、あの頃は良かったな。
みんな仲良くてでキモいです。で維新と民民を野党と認識してないのはですね、万年野党が長すぎてですね、なんか勘違いしちゃったんじゃないこいつら。野党イコール反体制組織あるいは反政府組織って勘違いしてっからかな。野党は決してあの反政府組織じゃないからな。お前らはそうなんだろ。で同時に野党であるから野党イコール反政府組織って勘違いしちゃったんですねこれね。民主主義の回復ってまるで今民主主義が機能してないみたいな物言いですけど、民主主義が機能していないイコール、まあ、独裁とか共産主義とか社会主義ですか、あるいは無政府状態、そんなような状態だとおめえら好きなこと言えねえがな。安倍はヒトラーとか言えねえかな。そういう状態だ。つまり民主主義は機能しております。民主主義が機能してからこそですね、 NHK スクランブルデモも全然報道しねえ報道しない自由がある。それもちょっとどうかと思うんです。共産主義者が民主主義者を語るのを肩払いたいですね。こいつら言う民主主義者ってですね、自分らの思い通り仲間が当選し権力を得ること、つまり政権交代が民主主義の回復、今は民主主義じゃないだと思ってると規定すればですね、まあ、辻褄合うんですね。それあの全然民主主義じゃないから、自分主義じゃから。もう一つですね、あの憲法用語も言ってますけど、こいつらのやってることは用語じゃなくてですね、憲法固定9条なくせって言っとるうじらの方がよっぽど革新、改革派、革新派で、あいつらがやってることは保守ではないんだけど守旧派っていうんですか、守旧派、守る旧式、連中こそ守旧派なんですよね。でね、あの保守って呼ばれてる側ほど改憲だってあの言ってるんですから、改革派なんですよね。日本人は黙って殺されろってね、あの抵抗せずにっていう9条がよっぽど都合いいんで変えたくないんでしょうねあいつらね。憲法固定派、天皇の地位は国民の総意に基づく、もう都合がいいですよ連中にとってはね。もし連中が権力に行ったらインチキ国民投票をやってですね、皇室廃止も可能なんです。危うい、絶対不可侵の明治憲法に戻せとは言いませんけど、総意の部分は悪用される前に削除した方がええんでないの、国民の総意に基づくは削除した方がええんでないのって私は思っております。まあね、本当にこいつら権力に行ってインチキ国民投票やりそうだったらばね、皇室廃止のためのね、やりそうだったら、そうなる前に有志がこいつらを物理的に排除思想ではありますけどね。で、悪用されないだろうっていうのは、まあ、あれですよ。生ぬるいですよ。予防できんだったら、予防しとかないとね。まあ、そんなになったら私も言っちゃいますけどね。ガンだし。私も言っちゃいますけどね。マイケル・コルリオーネ。チャーララララララガッファーダーですね。この世の真理だ、人は殺せる。これあの2で言ってたんですよ。2マイアミのボスはすげえガードが硬くて無理だって部下から言われて、答えたのがこちらであります連中についてですね、私の意見なんですけど、この世の真理だ、大したことは言ってない。または日本語ではない。一見日本語に聞こえますけど、日本語使ってない。別な日本語。違う言語。あいつらが言ってる日本語に聞こえるものは日本語ではない。と私は思っております。日本語のようで日本語でない言語を使用する連中がここにもおりました。長崎県のマスコットキャラで、ガンバ君、ランバちゃんっていう、のがいいんだって。ミッキーマウスとミニーマウスみたいな、まあペアなんですけど、
に対してフェミ団体がデゲ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 フェミ団体がって、聞くだけで何面白いこと言ってんだろうね、期待してデゲ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 噛みつくガンバ君オスが隊長ランバちゃんメスが副隊長なのは女性差別ギャオーンつってですねキャラ使用停止を県に求めたそうであります。まああの陳情がなんか出したんでしょうかね。こんな顔してるみたい。何があったらそういう風になっちゃうのかな。なんかあの出したフェミ団体の名前がですねビジネス&プロフェッショナルウーマン連合会っていうですね全国組織らしいであります。それの長崎支部ね、ビジネス&プロフェッショナルウーマン連合会つまり働く女性連合会か働く女性自分で金稼げる女性連合会って感じなんですけどね。なんかね出産時と乳児を抱えてる時女性は必ず無防備なんですよ。それ人によって期間は違いますけど出産の時と乳児を抱えてる間は女性は無防備になる。でその時守ってくれそうなオス男性に心惹かれるっていう生物学。まあこれあれみたいですよ。人間のみならずライオンでも何でもそうだっちゅんですけどね。つまり働く女性連合会男に守ってもらいたくないって感じなのかな。ネットの話もっと他にすることないのかないのかな。見たらキャラ第二期じゃん。迷惑な連中だ。次のターゲットはミッキーマウスとミニーマウス。これ相手が巨大ですね。こいつらでも手出しでいいのかな。面倒だからどっちも平野隊員に降格で、長崎県民なんやけどニュース見て大爆笑したわどんな世界を目指してるんだろう。大体嘲笑が多かったです嘲笑。フェミ関係もですね気にするな大したことは言ってない。まあ絡まれると厄介ですけどね。私経験者ですけどフェミ界隈ってなんでですね一律ハンデをしたように全員が全員ね伊藤詩織の盾なんだろうな。多様性なんか全くないですね一律でね。日本語通じません。皆さんも関わらないのが吉であります。というわけでチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスやばい。